鉄の逆襲地球の表面つまり人間の生活圏には鉄は構成比で約5%あります。結構多いじゃないか。しかし石器時代まで遡れば人類は鉄の道具を持っていません。一番硬い道具が一斉だったから石器時代なのですがではどこに鉄があるのかそれは 鉄鉱石石などの岩石の岩中が一番多い地球の内角と言われる中心部分はおよそ90%が鉄だそうです地球にはたくさん鉄を含む層があるけれど人間の生活圏にゴロゴロしているわけではありませんそれでは体と鉄は仲良しそれとも危険な関係そもそも 生命にとって鉄という成分は少ししかいらない人体の構成元素をクノップス C 炭素 H 水素 N 窒素 O 酸素 P リン S 硫黄と覚えた方もおられるかもしれません鉄 FE は入っていませんね人体にとって鉄分は体重の0.004%あればよいほんの少しの量だけれどもまた それは必ずないといけない。肩こりに、ピ・エレキ板というのがあります。磁石の力でこりをほぐすと、宣伝しています。赤血球には、ヘム鉄という鉄成分があって、鉄が磁性を持つので、治流改善になるという理論です。古今東西、男性よりも、女性の方が、長生きの傾向にあります。理由としては、 もともと遺伝子レベルで強い、家事などこまめに動くのが健康に良い、男性に比べ感性が良く、危険を回避する能力が高いなど、いくつも説がある。注目したいのは、生理があって、血液の生産能力が高いということ。それだけ血液の再生力が強く、長生きできる根拠になります。女性は、血液を捨てて、作るの繰り返しを。 人生の半分も行っている。それは鉄分の入れ替えを定期的に行っていると言い換えてもおかしくありません近代までの治療法や健康法には鉄分をコントロールするものが非常に多い中世ヨーロッパで大流行した遮血療法インドや東洋医学でも重視する射し下法下剤運動や温熱療法など体温を上げることも 鉄は錆びる。体内での錆びは猛毒になる。酸化鉄を2か鉄にしてくれるラクトフェリンが良いと言われるのもこの辺の事情によります。赤血球の作り替えをするということは体内にある鉄が錆びて悪さをするのを防いでいるのです。毒性を帯びたものは捨てる。そして捨てる。 新しいいものに変えるととうことですねしかし原料の鉄分は食事からの摂取としてはもともと微量にしか存在しません自然界には5%も鉄分を含む食品などないのだから仕方がないこの辺の事情は他の動物でも一緒でどうやって鉄分を補給するかが重要になってきます マラリアといいう怖い感染症があります。マラリア原虫は人間の血液の中に忍び込み赤血球の中の鉄分を餌にして暮らす気象物質である鉄分を人間から横取りしようというのですマラリアがはびこる熱帯地域では人間の方も対抗手段なのか結果なのか定かには言えませんが 鎌状赤血球症という貧血症を持つ人がいます釜状になった赤血球はマラリアが増殖できないように短時間で溶血してしまうしかしそのような状態では血液としては酸素運搬能が下がるためつまり貧血症の症状が起きる現地の病態に詳しい病理学者に伺うとマラリア感染によってヘモグロビンチが 7から8の子どもたちが現地では平気で遊んでいるという。日本人だったら、まず起きて立っていられないだろうと、その学者は話す。ここからは、病気は、なぜ、あるのか、信用者の解説を引用します。慢性の結核患者は、血液中の鉄分のレベルが低いことが知られている。医者は、貧血を治すと、 患者の抵抗力が上がるかもしれないと判断して患者に鉄剤を与える。すると患者の感染はさらに悪化する。母乳のタンパク質は20%のラクトフェリンでできている。牛乳にはラクトフェリンが2%しか含まれない。母乳で育てられた赤ちゃんはミルク瓶で育てられた赤ちゃんよりも病気に感染しにくくなる。これまでくれば この防御の本質が何であるかは明らかであるに違いない鉄分は細菌にとって重要かつ希少な資源であり細菌の宿主は細菌たちに鉄分を取らせまいとするありとあらゆるメカニズムを進化させてきた感染が起こると体は白血球内因性媒介物質 LEM と名付けられた化学物質を出しこれが体温を上げると同時に 血液中の鉄分の量を大幅に減らす腸が鉄分を吸収する量も感染中には減少する食べ物の好みさえ変わるインフルエンザと戦っている最中にはハムや卵のような鉄分の多い食品は突然ムカつくように思われるものだ C 型肝炎の治療に除き鉄治療なるものがあります 肝炎を引き起こす原因の一つに挙げられる鉄毒性を減らし肝炎の進行を食い止めるのが目的とされる再生不良性貧血の患者さんなど輸血を繰り返し受ける場合輸血回数が増加すると肝の繊維化心筋繊維の変性心肥大など時として生命を脅かす危険性が増しますそのような場合にも 除鉄治療は有効とされていますどうやらある種の細菌やウイルスによる感染症には対抗手段として鉄分を減らす病気を免れるという図式が成り立つようです。180万年前にでアフリカした人類が求めたものは食料と言い切れます。人間がその土地を支配する鍵は食料の確保技術でした。 そこで登場したのが家畜。人間が食べるのに好都合な穀物の種を選び出し生産することで食料を安定的に確保する一方で高タンパク高エネルギーの食料確保には家畜という手段が用いられましたもともと野生種の時は肉付きは今ほど多くなく乳汁も少ない品種だったものを 部がが多くなるように改良したのの現在の家畜です豚は野生のイノシシから牛はラスコー洞窟の壁画にも描かれているオーロックスという天然種からまた犬はオオカミから家畜化しました今や年間搾乳量が20トンをコすホルスタイン種が作り出されフライドチキン用のブロイラーは50日もかからず生態になってしまう そのような種は自然界では絶対にありえません。狩猟採集民の動物食への依存度は、緯度の高さ、つまり赤道から離れるほど動物タンパクに依存する割合が増えると言われます。気候が寒い地域は穀物生産に不適で動物食に頼らなければならない。しかし、家畜も餌がたくさんなければ育たない。そのようなわけで、 生死時代は生き延びるだけの家畜を飼う以上の余力などあるはずがなかったろうと思われます。今日では気候ではなく経済力のある国が動物食への依存を高めている状態です。マックにフライドチキンよし牛よしいつでも手に入る。しかも肥満が問題になるほど放食傾向にあります。食用としては鉄分の補給は。 動物食がが効率が良いいに決ままっています。なぜなら動物も人間と同じように一定の鉄を体内に保存しているからですしかし過食はいけません過剰な鉄分は活性酸素を増やしまた感染症を招きやすくするからですこの頃は SARS、SARS 鳥インフルエンザ豚インフルエンザ BSE 問題など 次から次へと家畜類から人間への感染が危ぶまれていますこの頃はという表現は実は適切ではありません私たち人間だけにうつる病原菌の多くは過去にも家畜に感染した病原菌の突然変異種であることがわかっているからですはしかはしか結核菌天然痘インフルエンザ百日耳などがそうです 農耕と牧畜によって著しい発展を遂げた人類その陰で渦巻く感染症飽食時代はメタボリック症候群を招き新たな感染症に恐怖する家畜という貴重な鉄分供給源を支配しその恩恵に喜ぶ歴史は去って今や鉄の逆襲に怯えなければならないそのような時を迎えているといえます